お疲れ様です。弁護士の五条です。今回は1999年に発生した光氏母子殺害事件について解説してまいります。このチャンネルでは私五条が裁判資料や弁護士としての知識を生かし事件の解説をしています。もしかしたらあなたの知らない情報もあるかもしれませんね。1999年は日本中の小学生が絶望したともいえるある事件が発生した年です。皆さんは心当たりございますか？そう、その事件とはノストラダムスの大予言です。1999年7月に人類は滅びるとの予言を信じ、夏休みの宿題をやらなかった方も多いのではないでしょうか。恥ずかしながら私もその一人で、夏休みの最終日まで粘り、最終日に必死な思いで宿題を片付けたことを覚えています。今となっては人類が滅びず本当に良かったと思いますが、当時は名前しか知らないノストラダムスを恨んだものです。さてさて、話が大きく逸れてしまいましたね。今回取り上げる光氏母子殺害事件についてお話ししていきましょう。この事件は1999年4月14日に山口県光氏のアパートで起こった強盗強姦殺人事件です。被害に遭ったのは23歳の主婦 A さんと生後11ヶ月の娘 B ちゃんでした。犯人は当時18歳の少年 F です。被害者遺族の発言や少年 F の弁護団が主張した内容は当時マスコミで大きく取り上げられることとなりました。この事件は被告人である少年 F に無期懲役判決を言い渡した高裁判決を最高裁が破棄し、最終的に死刑判決が下されるという異例の裁判経過をたどった事件でもあります。裁判の経過などについては動画の後半に弁護士の視点から解説を行っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。少年 F の生い立ち、母子殺害という残酷な事件を犯した少年 F とはどういう人間だったのでしょうか。少年 F の生い立ちを見ていきましょう。少年 F は幼少期より父親から虐待を受けていました。母親も F が生まれる前から暴力を振るわれており、 F が中学1年生の時に精神病を患っていた母親は自殺してしまいます。その時父親は母親の死をものともせず、 F に死体の処理を任せました。 F は母親の死にショックを受けながらも従うしかできずにいたのです。その後すぐに父親は外国人女性と再婚し、事件が起きる約3ヶ月前に腹違いの弟が生まれました。再婚した当時から家出を繰り返すこととなり、家に自分の居場所はないと考えたようです。またF は中学3年生の頃から強く性行為に興味を示すようになり、友人と話したりセクシービデオを見たりし始めます。そして次第に気持ちを抑えることができなくなり、高校を卒業し配管工事などを行う会社に就職してすぐに今回のような事件を起こしてしまいました。 F は普段から真面目な性格ではなく、よく欠勤して友人とゲームセンターなどで遊んでいました。事件当時も仕事を休み遊びほうけていたそうです。事件発生1999年4月14日午後に F は美人な女性とみだらな関係を持ちたいと考え、犯行現場となったアパートに向かいました。その時は犯罪を犯してでもと考える一方、本当にそんなことはできるのかという気持ちでいました。 F は半信半疑ではあったものの、布テープと紐を持って排水検査の作業員を装ってアパートにいた主婦に声をかけ続けます。その際 F は当時就職していた会社の作業服を着ていたため、その行動は誰にも不審がられることはありませんでした。そのまま女性の物色を続け、14時20分頃に被害者 A さんの部屋を訪れました。 A さんは F を不審がることもなく部屋に招き入れてしまいます。そして F は A さんを好みの女性だと考え、排水検査をしているふりをしながら様子を伺い、14時30分頃に A さんに襲いかかりました。 F は A さんに後ろから抱きついた後馬乗りになり行為を続けようとしましたが、 A さんは大声を上げるなどし激しく抵抗したので、 F は A さんを絞殺してしまいます。その後15時頃 A さんの娘 B ちゃんが泣き始めたことに危機感と怒りを覚え、 B ちゃんを床に叩きつけました。しかし泣き止むことはなかったので持っていた紐で絞殺します。そして B ちゃんの遺体を押し入れの天袋に、 A さんの遺体を押し入れの下段に隠しました。殺害がバレることを恐れた F は証拠隠滅のため指紋がついた洗浄剤スプレーやペンチなどを持ち出し、 A さんが持っていた現金や地域振興券が入った財布も盗み逃走します。そしてそのお金で
カードゲームのカードを買ったり、ゲームセンターで遊ぶなどしました。事件の発覚、事件後、仕事から帰宅した A さんの夫である C さんが押し入れに入れられた A さんの遺体を発見し、警察に通報したことから事件が明るみになりました。そして通報を受け駆けつけた警察官が B ちゃんの遺体も発見します。これにより山口県警は捜査本部を設置し、捜査が開始されると、事件から4日後の4月18日に殺人容疑で F は逮捕されたのです。裁判経過、 F は6月11日に殺人、強姦致死、窃盗で山口地方裁判所へ起訴されました。刑事裁判の経過を見ていきましょう。 F は警察からの取り調べに対し容疑を認め、被害者への謝罪もしており、法廷でも罪を認めています。12月22日に行われた公判期日で、山口地検は F に対する死刑を求刑しました。しかし翌年2000年3月22日に山口地裁は、死刑を選択することも十分検討されるべきであるとし、本件は誠に重大悪質な事案であるとしつつも、死刑を選択することがやむを得ないとまでは言えないと結論付け、 F に対し無期懲役の判決を下したのです。山口地裁が下した無期懲役判決は、控訴審の広島高裁でも維持されました。そのため検察は2002年3月27日付で最高裁へ上告します。これを受け最高裁は2005年12月6日弁論期日を翌年の3月14日に指定しました。当時この最高裁による弁論期日の指定によって、専門家はざわつきました。というのも、刑事訴訟法上、上告に理由がないと認められる場合、最高裁は弁論期日を開かずに判決を下すことができると定められています。裏を返せば、最高裁が弁論期日を開く場合、上告に理由があると考えているのではないかと思われたのです。実際、最高裁で弁論期日が開かれた事件は、高裁判決が覆されるケースが多いといえます。さて、弁論期日後、裁判はどのようにして進んでいったのでしょうか。ぜひ次回動画をお楽しみに。